はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、手元に何にもないんですけども、釣果も何にもなかったということで、実はですね、千葉県の三島港、こちらに行ってきたんですけども、まあなかなかね、大変だった。ただね、釣れなかったんですけども、面白い景色が撮れたんで、そちらをご覧ください。おはようございます、釣り子 TV です。2月の三島港、朝ね、車から降りた瞬間はちょっと雪がパラついていたんですけども、どうにか、雪の方は止んでね、ただ気温は今0度ぐらい、冬のね、寒い時期のバスを探して行ったり来たりしてみたいと思います。まだね、ちょっと減水傾向なんですけども、こういう冬の時期にね、この岩盤のどこに木が入ってるとか、このシャローはどういう感じで落ち込んでいくのかとかね、そういうのを見て回るだけでも本当春先の釣りの大ヒントになりますんでね、この雨一発で結構ね、満水とかに工事も終わってなっていくんじゃないかなっていうことで、いろいろ見て回りたいと思います。おお、おお、カメが釣れた。え、カメさんが、おいおいおい、ごめんよ、ららら、冬眠してるカメが釣れました。はい、真冬の三島港、冬眠中の立派なカメ、ごめんね、本当にごめんなさいです。あのね、甲羅にちょっとね、引っかかっただけだからね、大丈夫だと思います。はい、出撃、泳いでった。しんしんと雪が降ってきました。手が冷たい。でっきりどんどん積もっていきますよ。三島湖は極寒でございます、釣り人も全然いないんで、快適に楽しめてます。寒い、手がね、かじかんできた。降雪の三島湖よりお届けしております。はい、雪の三島湖を探検中ですよ。もうね、手はチンチンに冷えてきた。今日のお弁当はね、浅草今半味と心のお弁当ってことで、ちょっとね、豪華弁当。これ寒い時はね、弁当とか気合い入れて、じゃん、ね、これは寒いけど美味しいでしょうよ。本日、雪の三島港、今半の牛肉弁当。うまい。はい、引き続き雪の三島湖です。結構ね、雪が
大粒になってきました。当たりゼロ、まあ2月だからね、うわーちょっとね帰れんのかなっていう、まあ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 、でも寒ささえ我慢すればね、なかなかおつなもんですよ。雪がね綺麗、雪がひどくなってきた。いやこれは寒いよ、大雪でございます。そうだ、あれやってみっか、ディープディープトレーサーの釣り持ってきた、これか、手がかじかんでつけられない、サービー、よし着いた、着いたぞ、照り雪が、おっこの景色は寒い、おいでね、今組んだんで今度は釣りディープトレーサーをねちょっと試し投げてみようかなね。はい、もうなんだかとんでもねえことになってきましたよ。寒い、こうかな、結んで、あー寒い、よいしょ、よし、お、いきなり絡まった、こうか、行ってこい、感じだな。
これはカッパ着ねえとまずいなっていうか、カッパ着てなかったのかって話だけど、わあ、バレた。服にもね、雪が積もるような感じになってきました。頑張ります。終了。というわけで帰ってきました。最終的にはね、こうね、手がかじかんで、もうちょっと投げるのもきついなっていう状況になったんですけども、なんとね、予報ではなかったんですけどね、思ったより雪が降っちゃって、体にもちょっと雪が積もるっていうね、こういうコンディションだったんですね。ただ雪の日って結構釣れる印象があって、過去に何回かやったことあるんですけども、まあ雨と同じで、要は低気圧なので魚が上ずってっていうことでね、最後の最後まで投げ切ってみたんですけども、まあ結果は、ゼロ引きっていうことで、まあね、でもね、行かないと始まらないんで、ちょっとね、最後ね、16時、時間目いっぱいまで投げ切ってみたんですが、今回は、ゼロ引きっていうことで、まあ今年はね、ほんとね、坊主、一匹坊主とかね、こういう感じになるんですけどね、ただね、この後、あったかい日が入った瞬間で、フープの原さんが、三島湖なんかは入って、51センチとか41センチ、あと30何センチ、なんか、複数匹ね、結構ね、釣果を上げた、なんていうお話も、聞いたんで、ちょっとね、ここはね、どんな予報でもね、行かないとな、なんていうのは感じております。まあ、できればね、南風のちょっと暖かい日に行きたいんですけども、まあ、今回はね、ほんともう参った。もう何にもなかったということで、ただね、雪の綺麗な景色が撮れたんで、まあ、せっかくなんで動画上げてみようかなと思ってカメラを回しております。まあね、次はね、またね、近日中にね、三島湖、亀山湖、とずらっぱら、まあ、どこ行こうかなっていう感じですけども、いよいよね、ちょっとでも、休みがあってね、行けそうなタイミング、こういうところはですね、足しげく釣り場に通おうと思いますので、懲りずにですね、また動画上げたらぜひ見ていただければと思います。というわけで、本日の釣り候補 TV は、三島湖に行ったところ、大雪に見舞われて、カチカチの冷えたお弁当がなかなか美味しかったぜって、こういう動画でした。はい、釣り候補 TV でした。